しは法師園、無理はしないで頑張るよ。さてと、生徒をいただいちまうかね。ほりくんがしっかり働いてもらうよ。足は東から向かうかね。と、楽上を驚かしてくるよ。だめだよ、取り壊せよ。さあ、来やがれ。ほりくん、お前なんざひとひねりだ。油断したね。
争いは私も望まんのでな。 何？ これはどうしたことだ？ ねえ、 噂通りのお人よしだな。 誰がお前に怖くなんぞするか。 さあ、弓をやっちゃえ。 弓殿が敵のサークにはまっちゃった。 助けに行かないとまずいね。いや、なんでない調子だね。大丈夫か？無理はしない。いや、受けりゃ。
に決まってるさ。けどこんなことは言ってられないからね。このアリスです。手を貸してくださいませんか。Yeah.
を討ち取ったよ。破食の地は乱世とは無縁だったのに。陣の掲げ、その実戦果をもたらすとはまさに非道。正義に適するものだ。はあ、ああ若、やっぱり若はそうなるよね。妖怪ヤッホー。剣山あまり不安のを取らず俺の槍が撃つ。生徒を狙う侵略者ども、我が正義の刃を受けてみよう。正義なんて人それぞれなもんさ。悪いけどお前さんの刃は折らせてもらうよ。若にも君たちにも事情はある。それって今話しても始まんないよね。ああ戦ってのはそんなもんさ。話をする前にまず決着をつけないとね。流れを磨いてきた知略味わうがよいぞ。そいつが押しのけだよ。正義を称すのか。ならばこの馬もきその聖者を見定めん。
方に。若危ないよ。まあ若がそう言うならいいか。じゃあそういうことで危ないよ。よろしくね。方に。いやじゃあ馬長が寝返っただって。方に方に。なんなんだよあいつ。方に方に方に。危ないよ。同情なんてするもんじゃないよ。いいかい、みんなお前さんの民になることを喜んでるんだ。それに応えるのも仁ってやつさ。
戦は守備よく行ったんだけどね、あいつの命の感情はジョイと見込みと違ったみたいだよ。そんな傷を受けていたのならば相当。ユービ殿、ちょうどいいから言っとくよ。世の中には顔を隠してた方がいいこともあるのさ。お前さんはこの先何があってもジンの顔を崩すんじゃないよ。もうよい、わかった。もう話すな。これが最後の説教さ。劉備殿、天まで羽ばたけないよ。